皆さんこんにちは、ゆいです。今日はこちらのセーラー服に着替えていきたいと思います。そして今着けてる下着も紹介していくので、よかったら見ていってください。では先に下着紹介していきます。今日の下着はこんな感じです。水色ベースの下着になっているんですけど、このね、花柄がすごく鮮やかで、すごく可愛らしいです。花柄になってます。こんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね、同じようなデザインの下着になっています。ここのね、花柄がすごく可愛いですね。こんな感じです。では、セーラー服に着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでセーラー服に着替えてみました。いかがでしたか？この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。Twitter や Instagram もやっているので、よかったら覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。